ては第20回 NHK マイルカップの本場版入場です。ここから5週連続のドラマが始まります。近年まれに見る大激戦 G1 NHK マイルカップ18頭本馬場入場です。マイル G1 競泳マーチの血が騒ぐアブニールマルシェ北村博士、長き直線が偉大なる俺のウィニングロードになるグランシルク戸崎啓太、桜花賞最下位ビリギャルがここで巻き返すクールホタルビ吉田豊、サツキ賞にデラング悔しさ全てをバネに戦うガンチャーレ海老名正義、涙の重賞制覇さあもう一丁タガノタガザル松田大作、父が制した舞台足毛の息子も続くレン・イングランド内田博之、東京マイルで圧勝、力の違いを見せつけるクラリティスカイ横山紀弘、府中の芝で余月でオンザランナイトフォックス田中勝治、参戦全勝快速娘と夢をつかみにアルビアの柴山雄一、今日こそは何が何でも一等賞をアルバワイオリン勝浦正樹、母の日に父の馬で今日こそ G1 を取る池添健一山勝エース、骨折乗り越え堂々マイル王へユゼスルタン柴田義富、ブレイクショットからレースを完全試合コスモナインボール柴田大地、この大一番でさあ立ち上がれよヤングボンパワー松岡雅美、前走1400で快勝、あと200伸びてもいける海の分三幸秀明、このレース3勝名手の一発を狙う武豊ダノンメジャー、ヘビーローテで頂点をつかむマテンローハピネス浜中卓、混戦だからこそ私の堅実さが生きるミストラッシュ田辺博信、以上 G1 NHK マイルカップに出走する18頭の本馬場入場をご覧いただきました。放送席には岡部一郎さんです。さあ岡部さん、はい、大混戦ムードという中、現時点での一番人気は2番のグランシルクということになりました。はい、この馬の本馬場入場、そして返し馬どういうふうにご覧になりますか。はい、先出しでね、一番先に、はい、まあ、ステゴールド3区ですからね、ちょっとこう微妙に難しいところがあるのはもうね、しょうがないところなんですけど、はい、でも戸崎騎手うまくこう騙してなだめてこう、いい返し馬をしましたよね。非常にこう前向いてくれてこう集中力がある返し馬だと思います。はい、まあ、前走がスタートで大きく出遅れてというのがありましたので、はい、この馬のそのテンションがどうかというのがやっぱりポイントになってきますけれども、はい、ニュージーランドトロフィーの時もちょっと周りの馬がガタッてガタガタしちゃったんで、それでちょっと誘われちゃって、こうタイミング悪かったっていう、そういう状況ですよね。はい、スタートから注目というこの2番白い帽子グランシルクということになります。さあ、そして続いて現在2番人気です、12番のミゼスルタン、こちらもご覧いただきましょう。はい、ミゼスルタンって結構普段はこうやんちゃなところがありましてね、はい、まだちょっと若いんですけど、最近は調教なんかでもこう随分とこう集中力が出てきて、ですから今日のこの返し馬なんかでも非常にこう伸び伸びと気持ちよく走ってますよね。はい、はい、すごくいい状況にあると思います。そうですね。さあ、そして続いて3番人気現在7番のクラッキースカイですが、こちらもご覧いただきましょう。まあ、この府中では実績がありますが、岡部さんいかがでした。はい、
皐月賞を使ってからの、まあ、そんなにこうローテーションが取れてないんですけど、まあ、ちょっと硬いなっていう印象はありますけど、まあ、範囲内で、いるなっていう感じですね。そうですね。という今上位3頭をご覧いただきました。さあ NHK マイルカップ、果たしてどの馬が勝つのか、発走は3時40分です。京都のメインはクラマステークス。